八村5分か。結構いい金払ってるのにどんどん使って育ててやんなくていいんか。まあ育てる育成のチームではないからな、難しいよね。っていうのと NBA はねトレードっていうあれがあるからね、最終手段があるから、いい金額を与えてたとしてもトレードしやすい金額になってるから、八村の金額って。だから別になんか15ミリオンとか払ってたとしてもそこはそこまで重要じゃないんじゃないかな。なぜなら16ミリオンもらってたベルターンズっていう選手もいるぐらいだからね。使ってもらえないベルターンズっていう人もいるぐらいだから。あとニックスもフォーニエに18ミリオン払っててホスっていう、18ミリオンの男を干すんやで。それと比べたらレブロンはまだ出れてる方な、レブロンじゃない八村はまだ出れてる方なのかもしれない。比べたくないけどね、干されてる選手とは。金額はそこまで関係ないっすね。それはもうフロント側が決めたことでコーチは別に関係ないから。コートに出た以上レブロンの50もウッドのミニマムも価値は一緒やから。育成がいいチームってどこですか。まあでも レイカーズは育成いいって言われるよね。だってトレードされたディアンジェロもランドルもズバッチもクズマもイングラムも全員めちゃめちゃ体制しとるよ、ね、レイカーズ育成はねいいはずなんだけど。だって当時のレイカーズ弱かったからな。コービー・ブライアントの最後の引退ぐらいの年の頃だったから全然勝ててなかったし、やっぱ今レブロンが優勝するためのねチーム作りをしなきゃいけないっていう意味で、まあなんかそんな悠長なことは言ってらんないよね。もう育成されたチームが普通来る場所だからレイカーズって本当はね。コービーの最終年は、まあ、例外として、レイカーズは育成のチームじゃなくて育成された選手が来るチームっていう位置づけだとは思うけどね。いやこの使い方がされてるんだったら普通にトレードあると思う。これ日本人っていうちょっとあれを捨てて、今ただシンプルに15ミリオンぐらいの選手があの今日の試合10分ぐらいしか出ないでいう情報だけ頭に入れてほしい。普通にトレードだよねそんな選手。八村って聞くといやトレードなんて考えたくないってなるかもしれんけど、その情報だけ聞いたら普通にトレードだよ。まあ普通にトレードだよねっていうか、まあトレードがあってもおかしくない。タレさん的に八村に合う優勝の可能性があるチームはどこですか。いやでも別にレイカーズが合ってないとは俺思わないけどね。あ、まあでもレブロンと並びづらいっていう時点でも合ってないのか、そういう意味では。そうなるとあれじゃない、クリッパーズとかじゃない、まあ、マーカス・モリスがいなくなってそこの穴が開くんだったら八村クリッパーズはありだと思います。ウェストブルックに対してピックアンドロールもできるし、カワイ・レナードが控えの時に八村塁がカワイ・レナードっぽいことできるし、でスペーシングも広げれるし、で、八村のディフェンス能力の弱点っていうのはポール・ジョージとカワイ・レナードが補ってくれるし、クリッパーズめちゃくちゃありなんじゃないかな。あとサラリー的にも八村獲得するトレード全然合わせられるしな。コビントンとかノーマン・パウエルとかやろうと思えばいくらでもいるんじゃない。バトゥームとかで、レイカーズもレイカーズでだからバトゥームとかの方が欲しいのかもな、ワンちゃん。まあ、今年だけの話を言えばね、契約年数がバトゥームと八村と全然違うから、バトゥームだけで八村を手放すのはもったいなさすぎるけど、今年のことだけ考えるとクリッパーズめちゃくちゃ相性いいと思う。まあでもやめてほしいよな、このなんかレイカーズに合わないやつ全員クリッパーズに送るみたいなのやめてほしいね。このウェストブルックもそうだけどさで結局クリッパーズの方が強くなるみたいな、ね、なんならウェストブルックもクリッパーズに放出してウェストブルック覚醒しそうになってるから、これレイカーズワンチャン先般レベルのトレードじゃないわ、まあトレードか押した可能性ある、ね。まあ、ちょっといろいろ考えたくない現状になっておりますが、まあ難しいね。こういう時はね俺レディッシュも日本人だと思うようにしてるの。そうするとちょっと考え変わる。キャム・レディッシュが完全な日本人だとしましょう。でそんなレディッシュが1試合目でめちゃめちゃハンドラー D できるっていうサプライズを起こしましたってなったら、逆にレディッシュを2試合目で使わなかったら多分俺ら怒ってる気がする。おいなんで日本人のレディッシュあんなに良かったのにっつって、だからちょっと無理やり全員日本人だと思うようにしたらどうなるかっていう。そうすると確かに1試合目微妙だった八村を、微妙どころじゃないな、厳しかった八村を2試合目でもプレータイム与えてくれっていうのは難しいなってちょっと思ったりもするよね。ただ今日はすごい前回の試合と比べたら全然いいからね。スポットの、まあ、まだ3も1分の1だけど、まず1本目の3決めてるし、ディフェンスでも KD ブロックして、ね、ヌルキッチからオフェンスチャージングもらって、まあ、アピールはできたと思うんだけどね、まあ、だからこそちょっと悔しいよね。今日はアピールしてるよって、レディッシュもねいいかもしれんけど八村もいいやでっていうね、そういう気持ちよな。ケンゴさんスパチャありがとうございます。ハルさんこんにちは。八村はレイカーズでこのままでは使いどころがなさそうなのか、本人次第で改善可能な課題はあるのかいかがですか。暗い話になってきたの。いやまあでも八村個人の問題ではあるから、八村が改善できるかどうか
かっていう話にしかではでしかないと思う。別にハムが八村嫌いとかそういうのは全くないでしょ。ただただ個人的に改善できる部分が課題が多いっていうだけで、まあ、逆に言うとその課題を本人の力で克服することができれば全然使われるとは思いますね。ただなかなかこうディフェンス力っていうところは、まあ、意識で変わる部分もあるけど身体能力的にもそもそも厳しい部分も当然あるから、ここはやっぱり育成年代の時、要は高校生中学生、まあ、いつからバスケ始めたのか知らんけど、その時からやっぱセンターをやらされてたっていうところが今ちょっと響いちゃってるような気はするかな。その育成年代の時にこうハンドラーディフェンスやってましたとかそういうのがあるんであれば、今ディフェンスもっと上手い選手になってたような気もするけど、そこでセンターしか経験してませんってなるとどうなんだろうね。あんまりそういうの体の知識は俺あんまないけど、難しいんじゃないかな。で逆にキャム・レディッシュは多分育成年代、高校生とか中学生の時に多分、ガードもやりながら、だってハンドリングめちゃめちゃ上手いじゃんレディッシュって。だからそれたまたまじゃないと思うんだよね。ハンドリング能力ある選手って、要は相手のハンドリング能力ある選手を守ってたっていう可能性の方が大きいじゃん。なんで自分だけハンドリングやっといてディフェンスの時ハンドリングできるディフェンスつかないのよっていうさ感じがするから、だから レディッシュは多分高校生の時のそういうあれが今効いてるんだろうなっていう気はするな。あ、ちなみに八村の最初のスリーポイントはこのちょっとゴタゴタした状態でグレイソン・アレンが八村につけず、スリーポイントキャッチ&スリーで決めたっていう、まあ、出てきて開始早々決めた、まあ、シュートはこの1本だったかな。でレディッシュはコーナー3外してるので、ここは八村ポイント、八村ポイントです。日本はでかいだけでセンターやらされちゃう。そうなのよね、それが響いてる。マジで良くないあの考え。まあでも最近のあのちゃんと JBA はでかいやつにもいろいろやらせましょうっつって、今ちょうど俺が教えてるチームにさ、あの日本代表の選手が来てて、あの U18 世代の日本代表のそのメンバー入りできるレベルの選手が来てて、その人もめちゃくちゃ身長高いんよ。でめちゃくちゃ身長高いんだけど、もう中でなんかするっていう感じじゃなく普通に外から攻めるみたいな。今の U18 世代はもうその段階に来てる。もうでかいだけでセンターやらされるっていう昔の日本じゃなくて、そういう選手をガードを今のうちからやらせておきましょうってなってるから、まあ、だから次の世代でね、でかくてディフェンスもできてみたいなやつが、生まれる可能性は十分にあるかなと思いますね。佐藤さんスパチャありがとうございます。ハムってヘッドコーチの中では優秀な方ですか？このタイミングで聞かれるとめちゃくちゃ答えづらいんだけど、まあ、去年そのプレーオフでベスト4まで進めてるっていうことが全てだと僕は思ってます。もうそれ以上でもそれ以下でもないんじゃない？ベスト4以上のヘッドコーチでもなければベスト4以下のヘッドコーチでもないっていう、まあすごくシンプルだけど、でそっから加点減点していくべきじゃないかな。まずそこの事実があって、ベスト4です、カンファレンスファイナルまで行きました。で最初レギュラーシーズン13位、もうなんかプレーオフすら行けないっていう状況から盛り返してのベスト4っていうのがまずあって、その上でいやまあ言うてじゃあ優勝できなかったのはこういうとこが良くないよねとか、そこまで行けるようになったのはこういうとこが良かったよねみたいな、おのおのこう加点減点していって評価つければいいかなと思うけど、去年ハムは1年目やからね。NY51 さんスパチャありがとうございます。ハリヤさんに聞きたいことがあります。ウォリアーズ初戦サンズに負けてしまいましたが、今シーズンのウォリアーズは優勝の可能性があると感じられましたか？あ、僕はまだ、はい、あのそんなネガティブじゃないですね。ウォリアーズはドレイモンドグリーンがいるいないでそもそも全然別チームっていうのがある中で、クリスポールの最初の初陣であそこまでやれたっていうのはむしろ俺はポジティブに見てる。負けたけどなんならウォリアーズ良かったまであるな。なんかサンズのブラッドリービールがいないっていうのももちろん大きいけど、でもウォリアーズにドレイモンドグリーンがいないっていう影響の方が俺はかなり大きいような気がしてるから、まだ俺はウォリアーズは優勝候補に入ってます。でもバックス vs シックサーズがなんかすげえ接戦なんだよな。ちょっとそっち一瞬覗いてきていいかい？あと3分で6点差らしいので、ちょっと覗きに行きたいと思います。ハーデンいない中よくやってますねシックサーズは。 16-2 のラン、すごいね。逆転したんだ。ザ・リラードがボール持ってホーンズセットからクラウダーとビーズリーがコーナーで待機してスペースを空けながらのリラードね。ワン強い。やっぱバックス実は強い説、実はっていうか俺が過小評価しすぎてた説ある。これ今日リラード何点取ってんだろう。インビードまだ20点しか取ってない。だリラードもう33点取ってる。フリースロー14分の14、えぐ。お、まだあるぞ。マキシーがすごいね。これ31点目。マキシーあるぞ、まだ2連続。ああ、あるぞ。ムービングスクリーン
ブルロペがムービング取られて、あとシクサーズ4回は攻めれるから、エンビードのミドルある。あー5点差になってる。そしてシクサーズシュート外したな。さてはこれ絶対止めないと勝てないやつ。落とせ。ダブルチームターフショット来たよ。速攻、これいいぞ。 PG タッカー、なんで3。タッカーさん、これでもリラード一番良くない外し方したな。トランジションで3決めれるチャンスだったのに。来た、何やってんのビーズリー。え、なんで3打たしちゃったのこの人。2点差、これ止めたらワンチャンあるなマジで。ディフェンスディフェンスディフェンス、あと10秒、9、8、7、6、5、4。あーファールね、早すぎてファールで止めるしかなかったシクサーズ。早いリラード。いやこれ2本決められたら無理だな。ここでタイムアウトか。シクサーズもうタイムアウト残ってねえのかよ。しかもってことはこれもう3点狙いに行くしかないね。タイムアウト残ってればね、まだワンチャン1回2点狙って4点差からまた2点差になってでファールゲームしてみたいなもうできるけど、タイムアウト取れないってことはもう4点差になったら3ポイント一択だなこれ。うぅ15分の15、これ 100% かパーフェクトかな。リラードもう10 16分の16か、38点、すごいな。落とさない。17分の17、そしてマキシーがボール運んでドラッグスクリーン、あープルアップでもよかったと思うけど、マキシープルアップを打たない。3が外れる。あー決まった。